先日ご紹介したこちらマグセーフ充電器 iPhone12 に、搭載される新しい規格で、15W で無線充電ができると、非常に魅力的な新しい規格がですね発表されたわけなんですけれども、僕はですねこんなものが出るとは全く予想せずにですね自分の自宅の充電環境を整えるためのですね新しいプロダクト新しい製品をですね購入してしまいました。そしてマグセーフ発表という衝撃とともにですねもうなんか開ける気が失せてしまったわけなんですけども、ようやく開けていきましょう。そろそろ iPhone12 来るし、じゃじゃん。これ高かったんだけどな。でもどうせマグセーフ充電スタンドとかなんか発売されたらまた買うんだけどね。でそれも多分相当高いのよ。もういくらするか分かんない、充電器にいくら払うのか分かんないんですけど、今回僕が買ったのはこちらですね。じゃじゃん、ベルキンのブーストチャージ 3-in-1 ワイヤレスチャージャースペシャルエディション 4 iPhone プラス Apple Watch プラス AirPods を購入いたしました。はい、あとこれとあとねデスクにね置くようにねこれ普通のこうやって置くタイプの丸いね充電パッド、ブーストチャージのワイヤレスチャージングパッドスペシャルエディション 7.5W っていうやつですね。はい、これも買いました。マグセーフ充電器が発売されてしまった手前ですね、もうこれについて語るのちょっと遅すぎんじゃないかっていうところもあるわけなんですけども、ちょっと語らせてくださいよ。まずですねこういうiPhone、Apple Watch、AirPods が同時に充電できる、充電台というものは今まで僕も結構ご紹介してまいりました。この2つですね、ハードサイダーラボズの、スライスチャージ 3-in-1 ワイヤレスチャージャーってやつと、こっちがスライスチャージプロ6コイルワイヤレスチャージャーマットってやつです。こっちが普通でこっちがプロね。で、これの新モデルも出てるみたいなんですけど、そんな感じで、これはいわゆる、地充電パッドなんですけども、古い方のこっちは真ん中が Apple Watch で左右に1個ずつコイルがついてるっていうタイプ。でこっちのプロはこの Apple Watch の充電台がこう立って左側に寄ってここに5個コイルが入ってるんで結構当たり判定が広くなりましたよという製品なわけですよね。で僕は、こいつをメインに使ってました。何がいいかっていうとまずここですね、 Apple Watch の充電器が立つというところ。特に最近僕も使っているこのこういうソロループとかも含めてですね、ここのバンドが途中で切れないっていうバンドはいくつかあるんですよね。あとはミラネーゼループとか、あとはあのスポーツループとか、ああいったもののように取り回しの関係上分解したくない、バンドを抜きたくないっていうものも結構あったわけですね。でそういうものがこの輪っかを維持したままこうやって充電できるとという意味で、この Apple Watch 充電台が立つというのはすごい重要だったわけですよね。これは非常に良かった。でプラスここにコイルが5個入っていて当たり判定が広いですよというのも良かったんですけれども、いくつか不満もあって、これで、完全な平らじゃないんですよ。真ん中の方は平らに近いんですけども、サイドはねちょっとエッジがかかってるんですよね。これは平らな面がもっと広いのだけど、こっちは平らな面が少し少ない。この辺までは平らなんですけれども、エッジはね結構カーブしてたりするんですよ。でそうするとこういう重いスマートフォンですね。でしかも背面がツルツルしている。でここのファブリックの面もツルツルしているというようなことがあると、置いてるところが悪いとこいつがちょっと滑って落ちたりするんですよね。カーブがかかっているということは結構問題で、カーブがかかっているということは重たい方に傾くんですよ。重たい方に傾くとどんどん滑っていく。で滑っていって落ちないまでも充電がされないみたいなことも結構あったんですよ。そういう意味で別に全然充電はしてくれるんですけども、でそういう細かいエラーがたまに起きてしまうということは実際この製品にはあったわけですね。というわけなんですけども、僕の特殊な事情として持ってるスマートフォンが非常に多い。でしかもその機種もですね結構多岐にわたると、いろんなスマートフォンをちゃんと充電できる充電台が1個欲しかったんですよね。というわけでこのパッドの方はですねそういう目的で買ってます。こっちみたいな立てかけ方式だとスマホのサイズとか、あるいは、スマホの形、そして地充電コイルのですね位置によってはですね充電できないってことが起きるわけですよね。だったらこっちの方がコイル1個で当たり判定は厳しいけども、ちゃんと真ん中で充電できると。あとは以前僕このベルキン のチャージャー送ってもらったりレビューしたこともあるんですけども、やっぱりベルキンが一番製品の品質は高かったかなというふうに思ったんですよね。値段も結構高いんですよ。こっちが1万5000円ぐらいで、こっちが多分5000円ぐらいするのかな。地充電器としては結構高めなんですけれども、それに見合う価値は、ある人にはあるかなというような気がしたんで、今回はベルキンを選んでみました。でこっち買った理由は分かりやすくこれを置き換えたかったんですよ。 iPhone はここで充電できる、で Apple Watch も充電できる、で AirPods も充電できる、でしかもこれね、Apple Watch のバンドの中で AirPods 充電してるんですよね。このソロループがね、いかない気がするんだけどね。Apple Watch の
バンドの中で充電ができるというね、こういうちょっとコンパクトな設計になったりとかね、こういうところもちょっと魅力ですよね。あとはまあ iPhone は立てかける方式で、まあ、じゃあここで充電すればいいかなみたいな、 iPhone は必ず1では運用してるのでっていう感じでこっちを買った。これは iPhone、 Apple 製品用で、これはデスクに置いといて何でも置けるよっていう感じで使い分けようかなというふうに思ってます。開けていきましょう。はい、というわけで見ての通り今回は両方とも黒を購入いたしました。白もあるんですけれども、白はね、汚れるんですよね。このスライスチャージもそうなんですけれども、ちょっとね、分かるかどうか分かんないけど、割とね、なんか茶色くなってるんですよ。あとはまあ撮影の都合上黒の方が綺麗に撮れるということもあってですね、今回は黒にしております。じゃあこっちからいきましょうか。とりあえずまあでもこれは普通のワイヤレスパッド、以前も紹介したことがありますけども、ただ今回はアップルのオンラインストアで買えるアップルスペシャルエディションみたいな感じですよね。まあ若干だけどデザインが違うんでしょうね。アップルストアにベルキンが置いている用の、まあチャージャーですね。こっちから開けて、こっち開けたら全然なかった。よいしょ、こういう感じ、こういう感じ。実物は結構ちっちゃいですね。やっぱりね、ここの面がちょっとマットなね、シリコンみたいな感じになっていて、ちょっとグリップ力があるのと、あとここ、この縁がね、すごいね、グリップ力がありそうな、なんかね、ゴムみたいな感じの素材なんですよね。表面仕上げ的なアルミかなんかの素材になってますね。すごいこう、ちょっとリッチ、高級感が出ますね。で、裏もしっかり結構ゴムっぽいシリコンが貼ってあって、全然動かない。だからこの辺の細かい作りは非常にいいんですよ、ベルキンのは。AC アダプターはこういう感じで結構大きいです。縦長の AC に対して横方向にプラグがついている感じ。反対側はこういう感じの専用の端子になってますね。こういう感じ。ここの穴にぶっと刺す感じですね。よ、こういう見た目になります。ケーブルはまあ1メートルぐらいかな。ちょっと充電だけしてみましょうか。はい、電源につなぎました。まずこちら iPhone SE 2ですね。オン。はい、はい、 OK です。次 iPhone 11 Pro こちらですね。オン。はい、バッチリです。あとはこれですね、 Galaxy Z Flip。 ポン。あ、もう全然余裕。大きさ感がね、 Z フリップを乗るとこういう感じで、すごいね、ちょうどいい感じ。四隅が少し出て真ん中にちゃんとポンと置ける。で、置いたものが全然動かない。これ非常に重要。やっぱりこっちの充電台はグリップ力がね、ちょっと弱かったんですよね。裏もサラサラしてて、よくこいつは動いてしまう。ただこいつは充電台もそうだし、上に乗っけた iPhone もすごくグリッピーな感じがして動きづらいんで、乗っけた iPhone がずれて充電されてないみたいなことはなさそうっていう感じですよね。はい、では次こちら 3-in-1 ドック、開けていきましょう。じゃじゃじゃーん。これが高いんですよ。1万5000円ぐらいする。まず AC アダプターはね、さっきと同じ形状なんですけど、ここのね、端子の部分がね、ちょっとだけ形が違いますね。しっかりとここのケースに合うように、ここのケースもね、こうやって切ってあるんですけど、ここの穴がケースに合うようななんか形状になってます。で、またペリペリがいっぱい貼ってありますね。はい、ペリペリ全部剥がしました。こういう感じですね。こういう感じの台になってますね。とりあえずじゃあ電源つないでみましょう。結構ね、深いところまでしっかり入るようなケーブルの形状になってる。で、かつ太いところがここの後ろのラインから出てこない。電源つなぎました。ここがおそらく iPhone で、 Apple Watch で、この裏側にここに AirPods の充電パッドがありますね。じゃあちょっと置いてみましょうか。まず iPhone SE、 iPhone SE ですね。よっ。はい、当然充電すると、ここに一応ね、引っかかりというかちょっと傾斜があって、 iPhone がこう倒れないようになってる。こう向こう側にこうやってならないようになってるね。 iPhone 11 Pro、 はい、バッチリ充電されますね。 Z フリップはダメですね。あ、ここの位置だったらいいんだ。 Galaxy Note 20 Ultra、 借り物ですけど。あ、これもいける。意外とカバレッジ広いですね。しかもね、いい感じにね、このカメラバンプと干渉しない。あとはこれ、Pixel 5ですね。ポン。お、いった。案外とどのスマホでもいけますね。前ちょっとアンカーのこういう立てかけ式で痛い目を見たんで、結構ね、僕は懐疑的だったんですけど、ここの充電パッド割と一般的なスマートフォンなら割といけそうですね。だから iPhone じゃなくてもいいのかもしれない。まあでもここは Apple Watch 専用ですけどね。ベタ。あ、こういう感じね。で、ちゃんと充電されますよという感じなんですけれども、このソロループ、
ソロループをつけてると明らかにここの充電パッド、 AirPods の充電パッドと干渉してますね。今ね、あの注意書きを見て気づきました。ここのホイールを上にしておけというふうにここに注意書きが書いてありました。失礼いたしました。AirPods Pro 持ってきてみました。こいつはここに、あ、まあギリ置けますね。あの僕のソロループは一番小さいサイズ4なんですよね。でかつこいつを若干押しのけてこうやってこう置いてる感じ、あんまりおすすめしないですね。ソロループとの相性はめちゃくちゃ悪いと思います、この充電器。スポーツバンドとかある程度ここのゆとりがあるようなバンドだったらいけると思います。はい、僕の Apple Watch バンドシリーズ解禁です。これスカイブルーって言ったかな、スポーツバンドですけれども、まあ、当然こういう感じのものは、まあ、こういう風に置いて、でこうでしょう、何の問題もない、こんな感じですね。でしっかり AirPods も充電できてます。エポナスもちょっとつけてみましょうか。これどうだろうね、これは、あーなるほどね、一応置けなかないかな。まあこれも僕結構バンド短い方だと思うんですけどね。でもまあ M サイズだから S サイズの人はもしかしたら干渉しちゃうかもしれないな。あーちょっと頑張っておけば充電しないことはないけど、ちょっと不安ですね。これはちょっと手首とかバンドの太さと、あとバンドのタイプによっては AirPods 充電のところがね、あの不安になるかもしれませんね。例えばこういう普通の AirPods ですよね。こういう普通の AirPods は横に置いてもいけんのかな。あ、いけるわ。まあいけないことはないですね。割と当たり判定は大きめなのかもしれません。あと充電が整列してると、ここのサイドのところのインジケーターがつきます。見えるかな、ここにちっちゃい白いランプがついてます。 iPhone も充電が整列してると手前の白いランプがついてるので、はい、これで充電がちゃんとできてるかどうかってことを確認することができると。まあ概ねいいんじゃないでしょうか。ただまあちょっと変わったバンドとかを使ってる人は、ここの AirPods を充電する部分と相性が悪いかもしれません。はい、というわけでですね、今日は、ベルキンのですねワイヤレスチャージング製品、こちらがブーストチャージの、充電パッド、そしてこちらが 3-in-1 ワイヤレスチャージャーっていうね2つの製品を開けてまいりましたけれども、まあ、ベルキンの無線充電器ってちょっとこう他のメーカーと比べるとお高めなんですよね。ただ実際触ってみると細かいところでですね、結構クオリティの差っていうのはあるかなというふうに思っていて、で僕みたいな無線充電大好き人間もですね、そういう細かいねクオリティの差っていうのがね結構ね聞いてくるというか、重要なことかもしれないなっていう風に感じることはできました。特にこっちのパッドはね、まあ、コイル1個しか入ってないんで当たり判定は相変わらず厳しいんですけれども、ここの裏の仕上げとかここのエッジの仕上げとかすごくねこうグリップ感があって安心感がある、安定感がある感じがしますし、あとは全体的にも結構高級感があるデザインかなという風に思いましたね。でこっち 3-in-1 チャージングドックに関して言えば、まあ、これもいい製品ですし、クオリティも高いしデザイン性もまあ結構高いのかなという風に思うんですけども、やっぱりここの Apple Watch 充電器の部分でバンドとの相性は多少あるかなというふうには思いました。例えばこのソロループのサイズ4は多少干渉しますし、もしかしたらサイズがもう少し大きくなってくれば AirPods の充電に干渉する可能性もあるかなというふうに思います。あとはこういうエポナス的な、まあ、ソロループよりも大きいこういう丸いリングを作るようなまあ製品ですと、まあここの長さを調節できるものは結構多いと思うんですけども、まあそれでも手首が細かったりしてすごくちっちゃいものを使っていると、まあ干渉する可能性はあるかなというふうには思いましたので、その辺はちょっとご注意ください。というわけでベルキンのマグセーフではない充電器ご紹介してまいりました。この動画が面白かったらぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。今村さんじゃない、バイバイ。